ドラール賞とは、フランスギャロが、パリロンシャン競馬場の芝1950メートルで、施行する競馬の G に競争である。外旋門賞ウィークエンドにおいて、外旋門賞の前日に開催されている。競争名の由来は19世紀後半に活躍した、競争馬、シュボバであるドラールから。1905年に、フランスのサラブレット生産において、 不可欠な結果を残した主王まであるドラールを記念し、ロンシャン競馬場の芝3100メートルで創設された。第1回は秋に行われたが、次回以降に春季開催へ移行した。1909年に試行距離が2200メートルに短縮され、これ以降もたびたび変更されるが小幅にとどまり、おおむね中距離で行われている。1934年のみ。 サントネール賞の名で2100メートルのハンデキャップ競争として開催された。サントネールとはフランス語で100年の意味であり、その名の通り奨霊協会の100周年を記念したものである。賞金をハンデキャップ競争としては、驚異的な318,600フランと市20頭の競争馬を集めたが、結果は、金量5 1ラムの穴馬、ピュリシュリミウスが勝つという波乱となった。 1969年には施行距離が現在と同じ1950メートルに変更された。それ以降で異なる距離で施行されたのは、1986年にシャンティ競馬場の2000メートルで行われた一度だけである。1987年からロンシャン競馬場に戻り、翌1988年には三歳馬も出走家とした上で、 外旋門賞の前日に開催されることとなった。近年は本競争から香港カップを目指す馬がおり、2002年優勝馬、ダノマストと2007年優勝馬ミュージカルウェイが共に3着と結果を残した。優勝馬の中から種ボ馬としてモンタバルとシャラプール及びクリエイターが繁殖品馬として前日のミュージカルウェイが日本に輸入されている。 負担重量は3歳 55kg、4歳、以上 57kg、品馬 1.5kg 減を基本とし、以上の条件で金量が課せられる。1978年以降の優勝馬を記載する。1977年以前の主な優勝馬は以下の通り、日本調教馬以外での調教成績。ありがとうございます。